はい、どうも皆さん、おはようございます。こんにちは、スコバワース、かまくびと申します。に明けまして2020年でございます。まあ、もうね、2020年初めてのちょっと新春一発目の、実況でございますが、やらせていただくゲームは事故物件というゲームでございます。これ英語で言うとスティグマイジストプロパティ。プロパティっていうのはまあその物とかそういうなんか物の集合体みたいな意味だけど、スティグマティゼイトっていうのは事故って意味なんでしょうか。まあ、日本語名では事故物件という風でございまして、ちょっと実は前々から気になっていたちょっとホラーゲームではございまして、この度 Steam の方でね、久々に行き開きましたよ。 Steam の方で、あるのを確認できましたんで、このゲームやっていこうと思いますので、よろしくお願いします。あ、そうだ、はじめましての方はじめまして、私かまくびと申します。そしてこれまでに何らかの動画を見てくださった皆様、本年度もよろしくお願いします。じゃあやりましょう。あれ、スタート。あー、始まった。とりあえず WASD でマウスと、あとはエスケープで出ていくとかね。なんだろう、俺の目が悪くなったかな。すげえなんかこう、なんだろう、こうぼやけた感じなんだろう。なんか急に目が悪くなったかも。あいつ、うわ、びっくりした。何家に来いって、なんでかな。日本語喋れんの？日本語喋れんの？まあ、ラングイジジャパニーズ選んだからなのかな。おー、でも雰囲気あるわ。怖えよー。あー、こうやって周り見えるね。後ろ。おー。おー。ほほほ。雰囲気ありまんなー。いや、でもこのキャプチャー画像とか見てもなんかこう、このなんか、もう明らかにこう、まぶしいな。何売ってるかが全く分からへん。この光の加減がおかしいよ、この自販機。こう夜に買い物できん。ちょっとコーヒー飲もうと思っても、まぶしくて、なんかある。お、取れた。10円？なるほど、今のでアイテム取ったりするんやね。この道で合ってるのかな。これ、喋っててんの？なんかすごい女の子、まあ女の子でいいんだよな。知らないお家やん。知らないお家のところのゴミ箱雰囲気が怖え。さあ、なんかまたあるな。これ取れる？え、かわいそうってこと？猫の死骸かな。おう、それはちょっとかわいそうよね。なるほど。でもねえ、ちょっとなんかこう埋葬してあげればよかったんやけども、っていうか、え、おる、おろう、何か手に入る、何おった、え、というかなんかこうアイテムメニューみたいなの見れないのかな。エスケープしてみます。あ、出た。あ、明るさとか調整できるやん。よかったよかった。フィルムグレイン、ヘッド、ボブ。どういうこと？明るさちょっと調整したいですね。ちょっと、この、なんだろう。ちょっと相手を見落としたりとかしないように。うわ、ただ明るさを上げたことによって、ちょっと 目がちょっと、痛いような気も。おー、またなんかあるよ。なんかあるよ。もうちょっと近づかないか。くっさくっさ。あ、魚的な。くさーいってやつやな。それも、先に家に入っててって言われたけど、あいつバイトでもしてたっけ。しかし、このゲームのなんかこうストーリーはなんかあるようでないような感じなのかな。この雰囲気からすると、まあとりあえずちょっといろんなところを見て回りたい。じゃあ回りたい。まあなんか、あー、なんかこの雰囲気さ、2015年ぐらいかな、やったつぐのぎ来たんの雰囲気にちょっとなんか似てるような気がしてきた。うん、ここら辺でこう幽霊とかに出くわしていろいろアイテムを使ってね、戦うみたいなことをしたね。覚えてるよ。
なんか、ちょっと待って、こっちでいいのかな。今なんか遠くの方に人影みたいなのがあったような気がしたんやけど、違うか、気のせいか。そして車が、このタイプあれですかね、ミニクーパーってやつですかね。私まあ車にはちょっと、おばさんの車だよね。知り合いの人かな、知り合いの人の車なのかな。ミニクーパーってやつで合ってるのかな。え、これなんかカエルの置物、なんかカエルの植木鉢みたいな形になった気がする。そしてやっぱり自販機。さあちょっとコーヒーでも。うわ、眩しい光の加減、あ、こっちまだマシやな。光の加減がおかしいよ。お、やった、60円、60円って言うんやけどな、ジュースは買えんわな。あのプライスダウンってやってる自販機だったら買えるかもしれないけど、昔あの、そういう意味だと昔あのドリンク村っていう自販機があって、60円か50円ぐらいから確か飲み物が買えるっていう自販機昔ありませんでした。覚えて、なんか知ってる人いますそれ。あーかん、こうちょっと雰囲気がこう、え、このおるっていうのは何を折ってんの、枝、もう枝的なやつを折るみたいなことしてんの、それともプレイヤーのメンタル、そのなんかこうちょっとメンタルをちょっと折ってるみたいな。でどこ向かえばいいな、これダッシュん、あ、シフトキー押す、ちょっと移動が速くなった気がする。うん、なるほど、じゃあちょっと待って、とりあえず2階に行ってみよう。あー、嫌な雰囲気よねこれ。そしてなんかこのノイズっていう機械ノイズが、機械ノイズもまた、うわー、もうなんすかね、このペンキをね塗ってたけども錆びれて赤く染まった感じ、ちょっと嫌な感じというか。あれ？あれ、これ植木鉢置いてたもん。さあ、これ何をしたいのかわからない。何をすればゴールなんだ？で、主人公は、この主人公の女の子は、呼び出しを受けてこう来たのか、それとも、何か目的があってやってるのか、ここに来たのか、わからないですが。さあ何をすればいいのかまだ本当によく分かってないまま、まあ進めてるわけでございますが、2020年というね、令和2年という年を迎えての新年一発にこのゲームを選んだわけですけども、さあこれ早速何をしたらいいのか事故物件という、あ、進めない。でもおばさんの駒だよねっていう風に言ってたから、多分ここに行くの合ってんじゃないかな。窓があるけど、なんかチェックポイントみたいにならへんな、ならへんな。でも上の階なのかな、関係するの。一回戻ってみるか、こっちで。あ、このくっさって言ってたのあれか、ゴミに対して。あ、言わなくなった、匂い慣れたな、この女の子は。慣れって恐ろしいよね。もしくはもう一回、もう一段上に上がる階段とかあるのかな。何したらこう、ここから入れそう。おお、やった。いや、ここから入れそうなのは、ここから入れそうって言うけど、あ、ノックします、すみません、横山ノックします。本当に誰もいないんだって。どこに鍵あるって言ってたっけ。あ、忘れちゃった、あ、忘れちゃった。
んじゃない？この辺とか。思い出した、ほら、雪町の下にあるって言ってたんだった。すげえ明らかんって感じに言ってたけど、どの、おお、これかで、動かしたらある、カリゲット。不法侵入な気がしますけども、お邪魔します。ああ、ついに、ついにお家の中に入っちゃった。ちょ、とりあえず閉めよう。とりあえず閉めよう。戸締まりは大事だからね。開け、開けなくていいの。戸締まり大事。で、お邪魔します。どんな感じの家なのか、見てまいります。いいね。キッチンがどこ、広っ、すごくいいところじゃん。うん、キッチンがちゃんと分別されてるのいいね。お、いいね。もうこれで 1LDK じゃない？ 1DK かな、もしくは。え、いいですね、雰囲気、このいいね、感じは。この時計止まってる。ほら、この時計は止まっとる。え？お、なんかある。あれ？このノート破れてるけど、どうしたんだろう、うん、探したら見つかるかな。7分の0ってなってるな。え、ということは、そのノートの切れっぱちみたいなのを探していけってことか、このお家の中で。ん？お？お？これはなんだ？この自撮り棒みたいなのなんだ？この自撮り棒みたいななんかやるのか？自撮り棒みたいな、こう。もしくは、おお、いた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 。これを使ってなんか敵を倒すみたいな。だとしたら、ちょっと心もとない気がするけどな。ああ、キッチン、バスルームもなかなか、レストルームもいい感じの雰囲気ですね。あ、おお、もしこれ洗濯機の水に使う予定だったらごめんね。ん？ん？何何？え？いやし、調べるマークついてるやん。え？どういうこと？この道具持ってるから、この道具持ってるから調べられないってことなのかな？うわ、びっくりした！え、いや、俺今これ扉触ったからか？もしもーし。ちょっとこれは、お、早速積んじゃったか？何したらいいかわかんねえ、どう？え？ちょっと待ってよ。この棒みたいな手に入れて、まずは何をしたらいいんだ？お、ちょっと、この子、鏡に何も映ってへんってことは、あれじゃない、もう、この主人公が幽霊的な、もうオチに見えちゃった。ちょっと待って。もう怖え、いちいち。ん？これ持って、あ！なんかす、このつっかえ棒はどうしたらいいんだ？他の家に行くとか？違う。え？カラス？カラスが、いやー、待て、そもそもこのつっかえ棒のがよくわからんからな。でもなんか調べま、あー、そっか、トイレのこれも結局取れないもんな。どないしたらいいんや、これを。
この自撮り棒、自撮り棒を何かで使わない限りは、ずーっとこの状態なのかな。お、なんかある。フックを使う。あ、行きな。ん、覗く、覗いてみよう。なんかいるんじゃない。なんかいそうな気がする。本当にただ覗いただけ。とかなんか手に持ってんな。なんか今まで自撮り棒みたいなやったのか、違うものに変わってるよ。なんかよう見たらちょっとにこやかな顔してるブルドッグみたいな、そんな顔になってる気がするよ。まあまたこれ何に使えっていうやつや。じゃあ今度またカラスに、ちょっともう一回あの外にいたカラスにちょっとやる。ヤッホー、反応しない。これなんやこの主人公の持ってるの。ゆーらゆーらって揺れてる。とりあえずあと調べるマークついてるとこどこや。ここ違うのか。これも違うね。さっき覗くやったやろ。やべえ、全然なんか解も見当つかへんな。どこに行けばいいのか。もう一回覗いてみるか。覗いてみよう。ああ、動かせるのか。こういう風に。でも、別に何かがあるってわけでもないから、いいや。帰ってきた。外出てみる一回。もうちょっと、下の方。この今持ってるやつで、あのね、おばちゃんの車なんかフキフキしてみたらなんかあるとかじゃないの。やってみましょう。これで何もなかったらちょっと、おいって言うの。でも、おいっていう風になる。なり得る可能性は高い。あー、でもなんかマークついてるじゃん。鍵がかかって。一応なんか車に調べ物はあるってことは分かったことはちょっと進展しましたけども、結局この右手に持ってるものは何に使うのかが全く分からへん。妙ね、しわくちゃの紙が置いてある。100円、どこかに落ちてるのか。なんか知らんけど適当にピピってやったら、じゃあということは100円今60円集めてるから100円見つけるまでな、探せってこと。おお、これはなかなかねハードワークやな。おー、なんか落ちてる。落ちてる。拾いたい。ちょっとこの右手に持ってるものが
ミニテリ持ってるもののせいで多分何もできんな。これ何に使うんだ本当に。布切れの。ん？待てよ、布切れ。こういうことか。おお、まんまやな。魚、ちょっと待って、二つ拾い？え、袋も取って、魚も拾ってって。臭そう、もうほんまに臭いやん。で、この魚も魚で何に使え言うんや。これな、サバかな。ごめんね、猫ちゃん、ちょっと。猫ちゃんに反応はしない。え、魚を拾うってなってからの、あ、今度こそこの魚を持ってカラスにあげるんじゃない。で、カラスがこのサバこの手に持ったサバに対してクサッって言って、クサッって言う、クサッカーって感じに飛んでくるじゃないの。ちょっとそれを込めて、それを期待して、めっちゃ無反応やった。おー、サバはどこで使うんや。ない入れないっつった。おや、ここはなんかブー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 って、なんかいるやん、なんか誰か。よくしましょう。すいません、大丈夫ですか。ん、あ、いたいた。あれ、誰もいない。うぅ、びっくりした。なんすか、間違えましたみたいな。ちっちゃちっちゃこのアパートは取り壊すことができない。取り壊そうと思い業者に電話しようとするが、お払いができない。お札効果はない。アパートには火がつかない。アパートを売り続けなければならない。はい、じゃあちょっと読み終わりましょう。これ多分ね、結構最初の方に言ってたのかな。それがなんか気づいたら、いや、どういう、いや、そんな、そうなの。これは骨折れる作業やな。置いた。あ、すいません。すいません、言うで80円拾った。全然何も見えんかった。明るい光のところに行きたい。もう暗い。出ていいの？これはどうなの？出ていいのかな？もう嫌や。